皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。毎年恒例となってまいりました嫁企画合同壮行会、はい、まずは、参加された S660 君を、もうちょっと適当に、もう台数が多すぎてですね、もう細部をお伝えできないというところで、とりあえずおっと今回赤です。ちょっとこれ、ちょっとこれ見てください。これ、手作りのステッカータイプ S です。しかもこんなところにこんな感じで手作りです。こんな感じです。もうこういう方もいらっしゃいます。はい、どんどん。あ、最近やっぱりこうちょっと流行ってきましたね。はい、タイヤに、ホワイトレター、ちょっと流行ってまいりました。はい、いい感じです。はい、もう常連さんの常連、もういつも参加してくれます。これもそうです。はい、いつも参加してくれてる、僕が学生さんと、言っておりましたが、もうすぐ学生さんと、言えなくなってしまいます。はい、このラインは、あ、これ嫁さんのです。僕の嫁さんの S6 くんです。はい、白いシートカバーです。そしてなんとちょっとね、これはないな、すごいな。はい、これ何でしたっけ、アクティブグリーンパールでしたかね。はい、2台です、2台。はい、こんなことになってまいりました。はい、これ今日これだけ台数、いえいえ、実はですね、はい、こんな感じです、ずらーっと。はい、ちょっとね、こんな感じで、ちょっとカラーバリエーションじゃないですけども、こんな感じで、色が揃ってしまいました。はい、いやー、すっげー。あの S6 オーナーの皆さん、いかがでしょうか。はい、じゃあこちらの方も、ありますので、またちょっと撮っていきたいと思います。細部をなかなかねお伝えできないというところが非常に残念ではありますが、はい、このように S6 君がまたさらに、ずらりと並んでいるというところです。はい、これもね、ちょっとお伝えしましたが、この、なんでしたっけ、タイヤ、芝タイヤ、はい、芝タイヤさんのこの稲妻マークの、タイヤを履かして、らっしゃる、S6 くん、リアは、T37 のホイール、はい、このようになっている仕様です。はい、いや、結構見どころが あります。はい、これね、あの黄色の S6 さんです。話しかけていただいて、はい、で、またシルバーの、S6 くんであります。もう本当で、ブラックの S6 くんです。おっと、2台もあります。まあ、こういう感じで、そして、そうですね、もうパティシエのお兄ちゃんと、呼んでましたが、今後もう パティシエ職人という、そういった方です、ね、こういったものすごく明るい、ライトがついております。お、ミッケ、なんか、あ、コペンくんのプラモデル、はい、これもね、本当徹底的に取材をしたいんですが、このようにクーペタイプとなっております。あの、パティシエの、職人が、手作りでしましたこのリアスポイラー、これも健在であります。で、また今回新たにこんなエンブレムを、しかも自作です。はい、はい、今回あのまたちょっと僕の、チャンネルでコメントでいただきてる方が、ちょっと参加させてください、あ、どうぞどうぞということで参加していただいた、車中泊可能な車であります。僕もこれ車中泊できるので、羨ましいなと言ってるところであります。はい、こちら、はい、スバルプレオくんです。そうですね、4気筒エンジン、唯一の4気筒エンジンの非常に、ちょっと珍しい、車体であります。ちょっとちらっと見ますが、もうなんかメーターだらけで、なんかシフトの部分がなんかすごいことになっております。これももちろん細部をお伝えできないというところで、ブレーキ、スリットが入ってドリルドです。はい。お、タイヤがちょっともうツルンツルンですね。はい。過激な走りというところです。はい。このような感じになっております。ね、下、インタークーラーの排熱、これ上に引き抜くんですね。はい、もうこれもまた毎回、参加していただいております、コペンさんです。あ、まだ大丈夫でした。はい、まだこのエンブレム大丈夫でした。あありがとうございます。はい、そして、いつ見てもエレガントでクラシカルな、コペン君。あ、
こういうのってあるんですね。なんかおしゃれです。はい。桃のステアリング。はい。かなりシックでね。これはこれでね、綺麗ですね。はい。あ、ホイールもなんか似合ってるような。似合ってますね、これもね。はい。すごい、綺麗にしております。はい。これ僕のご近所様の、コペン君であります。はい。時々っていうか、ほぼ毎日見かけると、そういった、コペン君であります。今回はね、カーボンボンネットをちょっとこうこの辺あつらえてですね、仕上げてきております。これも本当に細かいところを紹介できなくて本当に、残念なんですが、はい、これはもう唯一、僕が YouTube を始めて最初に出会いいたしましたシロワークさん、10万キロを超えております。はい、意外とあの10万キロを超えてても意外としっかりとしてるもんですね。はい、オイル管理もちゃんとされてるようです。大事に10万キロって言いますか、大事に乗られている個体であります。はい、でこれが今回、また去年からずっと一緒に同行しております、親父ワークさん、はい、桃の、タイヤですね。でちょっと少しサイズをがちょっと一ワンサイズ大きめに、してるんですね。17555R15 ということで、はい、そのようなタイヤで、今回、参加していただいております。もちろんあの撮影も、今回させていただいておりますので、また親父ワークさんのチャンネル、これぜひあの皆さん、チャンネル登録していただいてですね、この壮行会の模様が、もしかしたら配信される予定です。はい、これなんですけど、これはシールで貼れてる。はい、旭川から来てくれたおっちゃんワークさんです。はい、AGS です。あ、エクステンションブロンズと思いきや下は黒。あら、これ太陽で太陽光なのか紫外線なのか、焼けてくるとこんな色になったそうです。元は黒です。とこれはこれでなんか高級感ありますね。はい、パドルエクステンションでした。ドキンです。はい、結構細かいことしてます。あ、なんか自作フットレストまであるそうです。はい、はい、このようなメーターも、いつの間にかついちゃってます。あ、もう一回メーター見ていいです？はい、ちょっとよろしいですか？じゃあオープニング。ということです。こちらから、イオンで、こちらが水温で、ターボのブースト系ですね。はい、はい、ありがとうございます。で、オフにすると。マジですか？ありがとうございます。はい、これを見るだけでも、なんかもう僕自分がつけたような満足感を得られました。ありがとうございます。やはり定番のレイズさんです。はい、これもね、あのまた、これ旭川からですね、いらしてくれました。はい、そうそう、イースタートから来ました。KC テクニカさんのマフラー入っております。前回はモンスターのマフラーでしたかね。はい、あの実は触媒が破損したと、ちょっとワークス君で触媒が破損して、まあ保証ということで治って、帰ってきました。触媒が破損して、モンスター君のマフラーもちょっと調子が悪くなって、まあ今回保証で直していただいて、今回次はマフラーは KC テクニカさんのマフラーと一本出しですね。はい、おしゃれです。あ、まだ穴開いてませんね。はい。すいません。はい。続きまして、あ、これ僕のですね。はい。そうです。ちゃんと穴開いてます。このように穴もちゃんと開いております。はい。効果ありましたよ。はい。は、あんまり相変わらず、あんまり、まあ、見応えのない、僕のワークス君でありますが、まあ、こんなこともして遊んでおります。はい。4WD です、僕のは。はい。これはもうそうですね、今まで若葉マークがついていたお兄ちゃんたち、はい、もう若葉マークも取れて、
後ろもこのようにもうメッキパーツも取れて、はい、マフラーもすみません、これ何のマフラーかちょっと分かりませんが、はい、しかも後ろはきれいにこうマス、スムーシングって言いますか、もうまっさらスズキのエンブレム、ワークスのエンブレムも取ってですね、すっきりと、若葉マークが取れただけではありません、スズキのマークさん、ワークス君のエンブレムこれまで取ってしまったと、非常に潔の良い、お兄ちゃんであります、はい、今日も参加していただきました。はい、次、このような、こんなちょっとこう狂気に見えるようなミラーを撮る、はい、これも過去に動画で上げさせていただきました。まるで中身が戦闘機のような、そういったワークス君であります。やっぱり定番になるんですね、はい、あ、この色にこの色のホイールって似合いますね、はい、ちょっとかっこよく見えます、はい、はい、そうです、はい、中央からこのように空気を取り込んでインタークーラーを冷やす、そのような、構造になっております。もうちょっとこれも結構見どころがありすぎてですね、本当にどうしようかと思っているワークス君であります。これ本当そうですね、もう我々のワークスチームの中でもこれ第7世代戦闘機ですね、はい、これバッテン印がついて、なおかつエネチャージ、はい、このような素晴らしい仕様のワークス、もちろん、天井は天井ルーフ、はい、GR ヤリスバリのカーボンルーフであります。これシール、これ貼ったんですかね、貼ったのかな、貼ったんだったらすごい綺麗ですよ。もしかしたら本物のカーボンかもしれません、はい、2022年度嫁企画合同壮行会、はい、こんな感じで、来ました。ちょっと数を数えるのを忘れましたが、だんだん規模がでかくなってきて、今、ルート上の駐車場を探しに苦労しているそんな僕です。それではまた。